信用乗車方式とは、公共交通機関を利用する際、乗客が乗車券を自己管理することで、駅員や乗務員による運賃の収受や乗車券の改札を省略する方式。信用乗車制、チケットキャンセラー方式とも呼ばれる。自己改札が導入されたきっかけは、路面電車の低い生産性を補うため、大型車両を導入したことにある。 まず車掌が乗務しない定期券専用車を連結したことに始まり、連接車が導入されてからは、後方車両入り口から乗車した乗客が車内を移動する際に車掌代で運賃を支払うパッセンジャーフロー方式が導入された。このパッセンジャーフロー方式を進化させたのがチケットキャンセラー方式である。欧米では、車内検察が難しい都市部の地下鉄駅などを除き改札口を 設けていない、鉄道駅が多い。欧米では、改札口を設けて、駅員を配置したり、自動改札機を設置するよりも、実際に、列車内を職員が巡回して、検察を行った方が不正乗車防止には、効率的であるとの考え方があるとされる。チケットキャンセラー方式では、乗客はあらかじめ停留所などに設置されている、券売機で乗車券を購入して乗車し、 車内のチケットキャンセラーに乗車券を差し込んで乗車日時を刻印しその時に発せられる音で乗車券を所持していることを他の乗客に認知させることで無殺を牽制させそう後監視する仕組みが取られたその後停留所に設置されたチケットキャンセラーで刻印したりあらかじめ乗車日時が刻印された乗車券を販売したりすることで車内でのチェックすら省略した 無改札方式も一般的になってきた。フランス国鉄の新型国印記信用乗車方式が採用されている交通機関では、駅や停留所には改札口が設置されず、誰もが自由に出入りできる。バスやトラムはワンマン運転でも乗り降りに用いる扉が指定されず、乗客はすべての扉から自由に乗り降りできるのが一般的である。乗客は乗車中常に 有効な乗車券を所持していることが義務付けられ、乗車中及び降車後に運賃を支払うことは認められない。一般的な鉄道であれば、乗客は駅窓口や自動券売機で事前に乗車券を購入する。バスやトラムであれば、乗車券を持っていない場合は乗務員の近くの扉から乗車し、自己申告で運賃を支払う。停留所に自動券売機が設置されていたり、 停留所近辺の商店で乗車券が委託販売されていたりすることもある。乗客は事前に乗車券の有効化を求められる場合がある。駅や車両の乗降口に設置された国印機に乗車券を挿入し、懸命に乗車駅と時刻を打刻する方式が一般的である。これにより乗車券の使い回しを防止している。すなわち打刻せずに乗車すると乗車券の使い回しを する意思があるとみなされる。打刻から極端に時間が経過していると一度、使用された乗車券を再度使用しているとみなされ、共に不正乗車として扱われる。また一定時間有効な乗車券やた日、乗車券などは打刻された日時が有効期間の基準となる。他の有効化の方式として乗客が記入する方式、駅窓口で行う方式がある。無賃乗車対策としては、 トラムや地下鉄、大都市圏の近郊、通勤列車では乗車中や降車時に抜き打ち的に検察員による検査を行い、有効な乗車券を所持していない場合には、理由の遺憾を問わず、正規運賃に加え高額のペナルティを課される。一方、欧米の長距離列車では、ほぼ確実に検察が行われるので不正乗車は実質不可能である。悪質な場合や請求された罰金を、 不払いの場合、警察への通報も行われる。ドイツ、ミュンヘン中央駅での改札の様子。改札機は設置されてはいるが、日本と異なり、フラップドアなどはなく、乗降場への出入りは完全に自由である。欧米の多くの鉄道やトラムではごく一般的な方式である。ただし地下鉄では混雑する車内での検察が難しい。 ことなどから駅に改札口が設置されている路線もある。中心部では駅に改札口が設置されるが郊外では信用乗車方式となる例もあり、各駅に改札口を設けていても自動改札機を設置するのみで無人であるため、抜き打ちの検察での信用乗車方式が行われる線区もある。高速列車のうちユーロスターやスペインのアベニューなど改札口の 自動改札機に切符を通した後、専用プラットフォームから乗車する列車もあるが、目的は不正乗車対策よりもセキュリティ対策である。しかし同じ高速列車でも、TGV やタリス、アイスなどは信用乗車方式である。日本と同様駅における改札を行っていた、韓国鉄道公社も、KTX 開業に伴い導入された自動改札機のトラブル多発により、 同線での自動改札機の利用を中止したため、現在は事実上の信用乗車方式となっている。そのため、乗車券のチェックは乗務員の持つ PDA 端末を利用した車内改札によって行われている。KTX とセマウル号やムグンファ号といった長距離列車は同じ停車ホームへの出入り口を使う。一部地方駅においては駅員による入場時の乗車券チェック。 列車到着時の乗車券回収を行っている場所もある。また、カーイルの首都圏電鉄線やソウルメトロなどの各都市鉄道には駅に改札機がある。長距離列車と首都圏電鉄線が並走する駅では、通常カーイルのホームは分かれ、改札機を通って乗り換えられる。ただ、巡航速列車 ITX 青春の走る首都圏電鉄線の軽春線では、 ホームが同じなため乗車券に書かれた QR コードを改札機に認識させて通る。日本では大都市圏を中心に自動改札機が普及しており、またラッシュ時の混雑の検察の困難さや不正乗車の温床になるとの懸念から信用乗車方式が採用されている路線は極めて少ない。日本人が欧州で事情を理解しないまま乗車した額の罰金を払わされる例もある。 不正乗車に対する日本の法制度不正乗車に対する罰則については、鉄道運輸規定第19条と、機動運輸規定第8条に基づき、事業者が不正乗車した人に対し、通常運賃に加えて2倍の増運賃を請求することが認められており、各鉄道事業者も同規定に基づいた約款を定めている。さらに鉄道における不正乗車に対しては、鉄道営業法、 第29条に基づき2万円以下の罰金、または、過料という罰則が設けられており、悪質な不正乗車を働いた者に対しては、同規定に基づいて、書類送検、逮捕することも可能である。しかし、路面電車については、これに相当する法律は存在しない。このように外国と比べて、不正乗車に対する罰則の軽さも日本における。 信用乗車制度導入を阻む一員となっている。そのため不正乗車に対する事業者の請求権を拡大すべきとの意見も出ているが、現行の日本における法律では被った損害を上回る懲罰的賠償を認めていないため、運輸規定や機動運輸規定を改定して事業者の請求権を拡大することについては困難で、あるとの見方が強い。 日本各地の事例現在、西日本旅客鉄道の2両編成で運用される、湖西線及び北陸本線の普通列車、愛の風と山鉄道及び養老鉄道では、経費削減のため信用乗車方式が採用されている。無人駅に到着してもすべての扉が開く。ただし不正乗車を防止するため抜き打ち検察が行われている。 四国旅客鉄道では2016年3月のダイヤ改正より高松琴平間の一部の列車において信用乗車、信用降車系ワンマン方式が採用されている。通常無人駅では車掌による切符の回収が行われているが、この方式では車掌が乗務していないため降車時において無人駅では駅に設置されている青色の箱に切符を投入することとなる。所持している。 乗車券からの乗り越し、切符を所持していない旅客が、無人駅で下車する場合についても駅に設置している。青い箱に現金をそのまま投入することとなる。なお、有人駅では従来通り駅係員による切符の回収を行っている。乗車、降車の際は、すべてのドアを利用することができるが、運転士が車掌スイッチにてドアを開閉するため駅に停車してから、 ドアが開くまで数秒の時間がかかる。この方式は JR 四国としても新しい試みであり、旅客に乗車方法を浸透させること、また不正行為を減らす観点から車掌による特別改札が行われることがある。西日本旅客鉄道で自動改札機を設置していない駅には入場印字機と、称するチケットキャンセラーと同じ機能を有する機械が設置されているが、 簡易的なものであるため、通さなくても利用者が乗務員や下車駅の駅員から注意を受けることはない。かつての東京急行電鉄世田谷線においては、侵入してくる列車に対して定期券を高く掲げて見せることで正規の乗客であることを主張し、降車口からも乗車する定期かざしと呼ばれる風習があった。東急では、なし崩し的な信用乗車方式とも言える。 この行為を以前から正式には認めておらず、同線の近代化工事の際に禁止し、その後瀬田丸を導入したため、現在では行われていない。また、東日本旅客鉄道のスイカ、西日本旅客鉄道及び愛の風と山鉄道の愛古化、九州旅客鉄道の守護化利用かのオエリア内では、簡易改札機が設置されている駅がある。これは入場。 出場時にそれぞれ専用の端末に IC カード、乗車券を触れて乗車するものだが、簡易改札機には突破を防止するゲートがなく、また、設置対象の駅も、主に無人駅なので、簡易改札機設置駅相互間の乗車の場合は、確実に運賃を収受したかどうか保証ができない、ことから一種の信用乗車方式とみなすことができる。ポードラ無効法入り口に設置されているパスカセンサー、 パスカ定期券とパスカ所持者に限り、後方入り口からの降車が可能。旧富山ライトレールでは、定期券及びプリペイドカードに使用されている IC、カード、パスカ用の IC カードリーダーが、ポートラム2両目の入り口ドア付近にも設置されており、パスカ定期券とパスカ所持者に限り、このドアからも IC カードをタッチして降車可能であった。富山ライトレールでは、信用降車と呼称している。 2006年7月31日に導入された当初はラッシュ時のみ可能であったが2017年10月15日の始発より終日可能となった2020年3月21日の富山地方鉄道との合併と富山地方鉄道富山機動線への乗り入れに伴い富山地鉄に合わせる形で信用乗車は廃止された他に西鉄バスが運行する 連接バス、福岡 BRT でも類似した方式を採用している。罰金制度などの不正乗車対策は未整備であるが新しい試みとして注目されている。広島電鉄では IC カードシステムの整備完了に合わせて路面電車の車掌の廃止と停留所への自動券売機設置を行い完全な信用乗車方式を2013年度から 本格的に開始すると発表し、一部の車両において IC カードでの利用者を対象に社会実験を行ったが、その後に2018年5月10日より先景かつ IC カードを複数人で利用しない利用者に限定して全扉公社サービスと称した信用乗車方式を始めた。車載式改札機を利用した信用乗車制度前述したように現在の日本では、 高額の罰金による不正乗車への抑止力を期待できないとの見方が強い。また海外と違い乗り越し生産が認められ、バスや路面電車では、降車時の生産が一般的であるため、検察時に目的地までの乗車券を提示できない場合でも即、不正乗車とは見なせない部分がある。そのため、欧米における信用乗車制度を日本にそのまま、 導入するのは容易ではないとする意見もある。こうしたことから日本独自の信用乗車制度として車両に自動改札を設置し、改札装置で処理可能な乗車券を有している乗客は、改札機が設置された乗降口から、そうでない利用者は運転士近くの乗降口を利用する方法が考えられる。鉄道総合技術研究所では、無札通貨を検知する機能と、 心理的抑制として、遮断機を設けた車載型自動改札機を試作し、鉄道造建所有の車両や広電の車両に搭載して試験を実施している。ありがとうございます。